ミシェル・テアトは、ルクセンブルク出身のフランスの陸上競技選手。1900年パリオリンピックの金メダリストである。テアトのことについてはあまりよく知られていない。パリのパン屋のご用劇器として働いていたと言われているが、実際は家具職人として働き、地元の陸上クラブに所属していたというのが正しいところである。テアトは、1900年パリオリンピックのマラソンに出場。 午後2時30分にスタートしたマラソンは気温が40度になろうかという中行われ、手跡が2時間59分45秒のタイムで優勝した。しかし、手跡の優勝に対して何人かのランナーから疑問が出された。4時間4分12秒で5位でゴールしたアメリカのアーサー・ニュートーンは、手跡は仕事で覚えたパリの通りの知識を活かしコースをショートカットしたと主張。 また、同様の主張は、オリンピック歴史家からも出されている。長い間、手後は、フランス人と考えられてきた。しかし20世紀の終わりになって、彼は、ルクセンブルク出身の選手であることが発見された。そうであれば、手後は、ルクセンブルク初の金メダリストとなるところであるが、国際オリンピック委員会は、手後は、フランス代表として出場したものであり、 フランスが獲得したメダルであるとしている。ありがとうございます。